さあ、次にですね、これ聞いたことある人、パソナの法則。よかった、言って。あ、ありますよ。よかった。次ですね、パソナの法則っていうのがありまして、さっきの LF8 にも似てるんですけど、あ、こうやってやったら、時間の方が終わりなのかなと思ったら、頭の紹介みたいでした。ちょっとね、5分じゃ休憩しましょうか。大丈夫3分休憩しましょうか。その3分の間に、まあ、お手洗いとちょっとやっていただいて、ちょっとですね一つでいいんでタイトルを作ってほしいんですよね。今夜皆さんに宿題で書いてもらうブログのタイトル、じゃあもうテーマ決めましょうか。何がいいですか。テーマ、なかなかね、ブログ書かれてない人ってまずタイトルでつまずくんですよね。今日何書こうかなって考えて午前中終わっちゃったりする時もあります。でも毎日書いてると不思議なことにも溢れるようにアイデアが湧いてくるんですよ。あ、これもブログに書こう、あ、これもブログに書こうっていうのも今書こうみたいになってきます。ブログ中毒みたいになってきます。なんでそうなっていくかっていうと、お客さんが反応を示してくれるんですよ。なんで私たちは SNS 中毒にかかるんでしょうか。それはどんどんいいねがつくようになったり、どんどんシェアされるようになったり、どんどんコメントがついたり、どんどん反応されたり、どんどん、あ、素敵な写真とかって言われたりすると嬉しくなっちゃうんですよね。お客さんの反応を見たいからどんどん更新してしまうようになるわけです。で、どんどん更新していくと、あ、これも喜んでくれるかもしれない、これも受けるかもしれない、これ面白いかもしれないっていうアイデアがどんどん浮かんでくるんですよ。ブログのタイトルも一緒です。もしブログが、誰かにとってポジティブな影響を及ぼしたんじゃないかなって思ったりすると、もっと書けるようになるので、ちょっと今はすぐに思い浮かばないかもしれないですけど、まあ自由にしましょう。そこは少なくともメッセージでいいです。自分が今まで生きてきて何十年間か生きてきたわけですよね。もしじゃあ明日死ぬとしましょう。もう余命を告げられて、あなたは明日死にます、もう今日が最後、ね、平成最後とかってよく言いますけど、最近もう今日があなたにとって最後の人生のラストデイ、人生引退です。さあ、そんな時に一通だけ手紙を書くことを許す時間を与えられました。これを書けば、これを書く時、これを書く時間はもうあと12時間ぐらいしか、その最後の手紙のタイトル、もしかしたら子供に伝えたい気持ちかもしれない、旦那さん、奥さんに伝えたい気持ちかもしれない、もしかしたら会社の仲間に伝えたい気持ちかもしれないし、次世代に伝えたい気持ちかもしれない、誰かに伝えたいんじゃなくて自分に対して回顧録みたいなタイトルにしたいかもしれない、もしかしたら後悔かもしれない、こうしておけばよかったなっていう気持ちかもしれない、何でもいいです。もう明日自分が死ぬとして最後に一筆だけ、まあ遺書ですよ、これは遺書、皆さんの誰かに向けた一通の手紙のタイトル、このメッセージがあなたの勝利です。このメッセージを受け取らなかったらどうなるのか、なぜそのメッセージを伝えたいのか、なんでそのメッセージを受け取ってほしいのか、受け取ることによってどんな世界が待っているのか、それを考えながらちょっとタイトルを作ってほしいですね。タイトル、含めて、12時までやっていただきます。今何時？あ、今は10時52分です。あ、まあ、たっぷり時間。はい、あります。じゃあ休憩取っても大丈夫？大丈夫です。じゃあ5分、休憩取りますので10時57分になったら帰ってきてください。50分ですか？20代あなたへ送る3つの計画。そうすると20代の人がそれを見たときに、ね、死んで横たわっているあなたの、ね、隣に落ちている紙に書いてあるんです。なんだほら、警告されてる。で、
思わず見てしまうということですよね。で、この数字なんですけど、素数がいいですね。素数がいいですね。素数っていうのはその数字が、1でしか割ることができない。1とか3とか7とか、11とかね、2つに割れない、その数でしか割れない素数を使うとなぜかいいらしいですよね。昔、今はダイエーっていうスーパーがあったんですけど、かつて日本のスーパーっていうのは100円とか1000円とかね、そういう値段設定されたんです。ところがダイエーの社長はですね、98円とかね、980円みたいなね、ちょっと刻んだんですよ。そしたらなぜか売れるようなこともあったりするんですけど、かなり数字っていうのは実は私たちの心理に強く働きかけたりとか、さっき言葉とか文字にはすごく強いメッセージがありますよっていうようなことを言いました。強いパワーがありますよみたいなことも言いましたけど、実は数字も同じように、1から9までの数字っていうのはそれぞれ意味があったりとか力を持ったりとかするわけですよ。なので、世の中のですね、いろんな政治的なメッセージとか、プロパガンダだったりとか、CM だったりとか、あるいは、何でしょう、ミュージックビデオとかね、いろんなメッセージの中にはいろんな数字が隠されていまして、その数字の意味を紐解いていくと隠された意味が出てきたりすることもあるんですよね。数字ってすごく大事なんです。なので、必ず毎回入れなくてもいいです。なんか、その3つの秘密とかね、3つの警告とかね、7つの法則とかね、よくありますよね。エルフェイトの話ですよね。8つの、ね、人間の自然の根拠のね、根幹の中にある欲求の8つなわけですから、そうやって数字をタイトルに入れるというのは一つの効果的な手法の一つです。あとさっき20代って言いましたけど、その自分のターゲットがもう年代としてもうバシッと決まっている、ね、自分が伝えたい相手が誰か分かっているときは、その人の年代を、ね、入れてもいいかもしれません。例えば、村上龍さんとかだと14歳のハローワークとかね、今書いてあったと思いますよね。数字が出てくるタイトルってなかったかな。24の瞳とかね、山田のオロチとか、ね、意外とね、数字が出てくるタイトルってよかったりしますよね。3本の剣とかね。佐々木さん、どなたにダイイングメッセージを残しますか？
別れを告げる最後の日ですということを教えます。さあ、その辺をですね、考えながら次の法則に行きたいと思います。さあ、次の法則はですね、パソナの法則っていうのがあるんですね。コピーライティングの世界っていろんな法則があるんですよ。本当数え切れないぐらいの法則があるんですけど、まあ、さっき例に挙げた LF8 っていうのも、まあ、本当基本中の基本みたいな、誰もがコピーを学ぶ上では、通る道なんですけど、パソナの法則もまさにその基本のうちの一つですね。まず一つ目、プロブレム、問題提起をするということです。これはですね、ニュースと呼ばれたりしますよね。皆さん知ってました？こんな問題があるんですよ、あるいはあなたはこんな問題抱えてるんですよ、私は今日死ぬことになりました、まさかあなたも明日も生きれると思っていませんか、大間違いです。問題提起をする部分を入れてほしいんですよね。ちょっとクエスチョンみたいな感じですね。これって知ってますかみたいな感じです。浅川さん、何を言ったりしてます？ブランドのバッグ、扱っているブランドで、ちょっとユニークなブランドってあったりします？動物の形したスピーカー、なんていうブランドですか？ブランド名を浅川にしましょうか。浅川って知ってますか、皆さん？でもいいです。これ問題提起です。そしてその次にこれですね。問題の煽り。皆さん、スピーカーって聞いたら、ね、どんなイメージをお持ちですか？サラウンドシステムとか、コーティングチャンネルとかね、ウーファーとか、アンプとか、いろんなイメージがありますよね。いいスピーカーになればなるほど、こんな風に大きくなっちゃいません？ちっちゃな部屋だったりすると、重かったりとか、引っ越しの時大変だったりとか、近所から迷惑に思われたりとか、大変じゃありませんか？煽るんですよ、問題を。大変ですよね、重いですよね。ちょっと壊れちゃったら高いですよね。ケーブル一つ取ってもね、音質を良くするためにね、鉄じゃなくて銅じゃなくて金の方がいいとか、ね、接続端子もね、こういうコーティングされた方がいいとかね、使われている中の基板は鉛で貼ったじゃなくて、ね、鉛が入ってない貼ったじゃなくて、鉛が入っている貼ったの方が音良くなりますよねとかね、多層基板じゃなくて単層基板の方が切れにくいですよねとかね、コーンはね、プラスチックよりも木で作られたコーンの方が柔らかい音出ますよねとかね、ブランドだったら中でね、まるで管楽器のように音が進む道がね、複雑に、設計されているので、ものすごく深みがある、ね、まるで目の前に、目をつぶると目の前にオーケストラがいるかのような、音が聞こえたりとかするけれども、そういうクオリティを求めるのであれば、大きさってやっぱり問題になってくるじゃないですか、重さって、みたいな。これ問題は多いと思います。さあ、次。
ソリューション、解決策を提示するんですね。でもご安心ください、大丈夫ですよ、心配いりません。なぜなら今回皆さんにこの浅川というですねブランドの商品を紹介することができるんです。ご覧ください、猫じゃありませんよ、ペット飼っちゃいけないマンションでも置くことできますよ。まず可愛くないですか、うちに猫見に来ない、言えますよ。でもただの猫じゃないんです、置物じゃないんです、これはスピーカーなんですよ。なんとこのちっちゃなスピーカー何デシベル出ます、音域幅すごいです。ツイーター、すごく人が喋ってる言葉の息のね、歯から漏れてくるっていう音まで逃さず聞くことができますよ。あなたの好きな音楽は何ですか、これで聞いてみてください。まるで目の前であなたの大好きなアーティストがその場で一人で歌ってくれてるかのような状況をあなたの部屋の中に作ることができます。あなたの部屋は瞬時にしてコンサートホールに変わるんです、解決策ですよね。今はもうサイズなんて問題じゃないんですよ、ね、このスピーカーを使えばあなたの今までの思っていたその大きさだったりとか重さの問題を解決することができるんです。これだけです。僕、そういえばスピーカーで思い出したんですけど、アメリカにいるときに、アメリカってモールがよくあるんですよね、ショッピングセンターみたいな。で、ショッピングセンター、ふらっと遊んでっていうか、まあ、ふらふら歩いてるときに、BOSE っていうスピーカーのショールームがあったんです。で、別に BOSE 買う気なんかなかったんですよ、別に。でも、ふらっと足を立ち入れたらですよ、店員さんが来てですね、チケットをくれるんですか、なんだこれ、あと5分でショーが始まります、なんだろうって案内されると、そのブースの奥の方にちょっとしたちっちゃなシアターみたいなところがあるんですね、映画館みたいな、ちょっと重い扉を開いて、なんかこのクッションみたいな防音材みたいなのがついていて、で映画館の椅子みたいなのがいくつか並んでるんですよ。でそこに座ってくださいって言われるんですよ。なんだろうと思って座るわけですよ。そうすると目の前にでっかいスピーカーが置いてあるんです。で映画が始まるんです。まあ臨場感がすごいプル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 震えるんですよ、ね、すごい、なんだこの重低音は、いろんな音楽も流れたりしますよね。もう乗るわけですよ、気分が。鎮西さんでしたっけ、名前あったんですよ、鎮西さん、失礼しました。スピーカー一つでやっぱり客の乗り変わりますよね。全然違いますよね。よかった。違う。そうでもないって言われたらどうしようかと思ったんです。それでですよ、もうすっげえなと思ったらいろんなことが流れたし、いろんな映像が流れたし、もうとにかく音がすごいんですよ。で、それがすごかったんじゃないですか。何がすごかったかっていうと、最後にですよ、こんな大きいスピーカー目の前にあるわけです。もうブン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 震えてるんですよ、この、貼ってあるものが。さあ行きますよ。かかりにしているんですね。どうなるか、この箱がですね、ストーンと落ちるんです。え、何が起こったのと思ったら、中にですよ、こんなちっちゃなスピーカーが隠れてたんです。意味わかりますか。今まで自分はこのでっかいスピーカーが鳴ってるものだと勘違いしてたんですよ。でも、はいってショーが終わった後にかかりにしては行きますよってドーンってこの箱を下げたら、これ張り紙だったんです。中にはこんなちっちゃいスピーカーが隠れてたんですよ。あなたたちが今まで聞いていたあの感動の音を作り出してたのはこのスピーカーですって言われたんです。もう説明いらないですよね。わあ、買いました。それ買いますよ。それぐらい説得力があったんですけど、完全にその時にやってくれたのはね、大きいっていうね、どうせ高いんでしょとかね、どうせ大きいんでしょ、重いんでしょ、今日持ち帰れないよって思ってる人たちの問題を一気に解決してたわけ